まあ、自分としては日々やっぱり日常的に歌を歌うっていうことを、してきた。そして、自分の中でもライブをするというのは誰かにこう聞いてもらうっていう環境で全力で歌を歌う、そっちを日常にすることはこの1年間以上はちょっとできなかったので、今日はなんかそういう意味ではすごく、新鮮なというか、まあ、どういう気持ちで歌が歌えるのかなっていうことがとても自分としても楽しみだし、なので今日は必ずいいものにはねなるというふうに思っているので、僕自身は何が起こるかわからない楽しさっていうのはすごくあります。2公演目行ってきます。よろしくお願いします。行くぞ。よし。ことを何度でも何度でも支えてくれた。忘れられないよ、本当にありがとう。今しか歌えない歌を歌い、今しか聞けない声が聞きたい。それぞれの輝ける明日があるよ、きっと。かけるほどに迷い出す間違いだらけの日々だけど、答えは見つけられないから、いや、いっそ明日にかけたら。追いかけるほどに怖くなる空の想定してたんですけど、やっぱり声が出せない、そしてガイドライン上例えばね結構アクションも大きくしちゃいけないんじゃないかみたいな、風に皆さんも結構気を使ってくださってたみたいで、動きが小さかったっていうところがあって、あ、そうか、今日はまずこういうところから始まっていくんだなっていうふうに思ったんですけど、1曲目と2曲目の間にね、 2.5 秒ぐらいね、客電が明るくなるんですよ。でその時にね、顔が見えるわけじゃないですか。顔が見えた時にもう僕はそこで結構ガツンと来てしまって、そうか、そういう顔で見てくれてたんだなっていうのがこう見えて、まあたまらなかったですね。なんかすごい嬉しかった。
いながらも微笑んで疲れた顔を隠す。時は流れ流されてゆく。不安なまま生きてる心の中、そういつだって思い出すわ。温かい幸せなあの場所を帰ろう、うちに帰ろう。何もかもを忘れてただいましよう。帰ろう、うちに帰ろう。ただその言葉が欲しい。お帰りなさい。パーが寒いな、でも平気。もうあと少しで